はい、はい、くーちゃんもちゃのレッスンです。はい、はい、お願いします。今回のレッスン最後はなんですけど、はい、まあ、これもちょっと、まあ、今回全体的にちょっと基本的なことが多いなっていう感じがするんですけど、うん、ドライバーとアイアンショットの違い、うんうん、まあ、打ち方、うん、についてちょっとお聞きしたいなと思いまして、うん、ドライバーとアイアンショットはそもそも打ち方は同じ、同じ同じです。ほらドライバーはアッパーブローでアイアンはダウンブローとかって言うじゃないですか。はいはいはい、単にそれだけで僕からすると違うかなと思ったんだけど、ね、同じ同じ振り方は変わんないんですよ。まあおっしゃってることは正解なんですよね。アイアンはダウンブローを、まあドライバーはティーアップしてる分アッパーブローになりますっていう、うん、その入射角の違いは一緒、うん、ただそれを打ち方で変えるわけじゃないですよっていうことですね。あ、そういうことか。はい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 、わかります。わかるわかる。打ち方は一緒で、まあまあまあ簡単に言っちゃうとティーアップしてるから結果変わるよねっていう話で、簡単に言っちゃうとね、まあ、まあまあまあ、それに近いことですよね。そう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 大丈夫かな。まあただ同じとは言えど、やっぱ変える部分は一個あります。まあどこってことなんですけど、どうしようかな。じゃあ基本的にボールの置く位置はドライバーもアイアンも一緒なんです。じゃあどこっていうと、左足かかと内側の延長線です。基本は練習場での基本ですね。もちろん傾斜とかあると置く位置変わるんでその場合は別、ただ基本的には左足かかと内側の延長線以上で、だいたいアイアンだと足肩幅ぐらいですよね。先生いいですか、これ結構すごい僕疑問だったんですけど、その内側の延長線上で、はい、ボールあるじゃないですか、ボール自体の、はい、その本当にボールのど真ん中を点にするのか、はいはいはい、外側なのか内側なのかってどっちに合わせるんですか。おー、いい質問。結構それで変わりますよね。僕それでなんか痛い目見た記憶があるんですよ。まあ、ボールのこのセンターが左足かかと内側の延長線上が基準で、そこからボール1個分左右ずれるのは OK。 あー、なるほど。あ、そんなびっちりじゃない。センターね。そう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 、本当ど真ん中、ボールのど真ん中でいいね。芯っていうか。ど真ん中でいい、ね。そこで内側は、そうがベースで、そこに対して一個分ずつ前後するのは、それは人それぞれちょっとスイングの、そうです、なんていうの、最下点が変わってくるから、うん、それはいいんじゃないかってこと。全然 OK です。あ、ありがとうございます。はい。OK ですか。はい、大丈夫です。あ、で、アイアンとドライバーもそこは変わらない。ここは変わらない。そう、だからドライバーと同じ位置みたいな感じですよね。一般的に言うと。アイアンって結構みんなこうやって中に入れる人多いじゃないですか。あ、入れます。いますよね。入れます。真ん中に入れちゃってダウンブローにあえてしていく人、うんうんうん、でもこれって基準よりも右側に入るんでボールって本来なら低くなるんですよ、うん、低くなるところで通常の高さ出そうとする方が多いんで右に体重残ってる方が多い。そう、体重量できないですよこれ。体重量するのに当たるんで。そうこれで体重移動してっちゃったらロフト立っちゃうね。そうそう、木の下を抜けますとかって時は全然いいんですけど。だから練習場見ててもらうとすっごい右に残ってる方が多い。原因としてはそこ。なるほど。だから左足かかと内側の延長線上に置きます、うん、だから足はだいたいアイアンだと肩幅ぐらいですね。でゴルフってだいたい左手主導で振っていくんで、こう左手主導で振っていった時の円って、まあ、こういう感じできますよね、うん、そうすると円のこの最下点っていうのは、まあ、腕だらんと垂らした位置になるんで左脇の下に来るわけですよ。そうなんですよもしかしたら視聴者一人共感する方いるかもしれないですけど、はいはいはい、おや、ちょっとわかんないんだけどだらんとすると真ん中になるだろうって習いました。それ寄せないとなんないじゃない。昔の教え方なのかな。だらんと、いやで僕なるわけないじゃないですか。だらんとしても絶対真ん中に行かないじゃないですか。力入れて初めて真ん中にくっつくじゃないですか。そう、なのになるだろうって言われてなんないけどなって。私もなんないタイプなんでそれはわからないです。なんないよ、だって肩の位置がこんだけずれてるのに真ん中に来るわけがですよ。だけど教えてくれるさ先輩にそんななんないっすよなんて言えないから、おなりますねみたいな。
まあそこはこう笑顔で、あーって言っとけばいいんじゃないですか。はい、もう次行きましょう。次だけです。じゃあ左手指導で振ってきた時の円がこういう感じ。で、円のこの最下点っていうのは腕だらーんと垂らした位置なんで、左脇の下に来ますと。で、左足かかと内側の延長線上にこうボールを置いて、足肩幅に開きましたって、こういうアイアンの、このアドレスの時。これすごいボール左側にあるって方多いんですけど、円の最下点ってどこにありますかっていうと、多分正面から見るとボールの前に来ません？左脇の下って、はいはいはい、だから左手手動で振っとけば勝手にボール当たってから最下点迎えるから、入射角としてはダウンブローになるんですよ。うんうんうん、うん、でこのまま、ドライバーとアイアンの変えるところ行って、右足の奥位置ですね、これをドライバー仕様に変えるとボールの奥位置、左足の位置は変わりません。右足を広げるだけ、うんうん、そうとボール変わってないけど、左脇の位置はどうですかって言うと、ボールの手前に来ません？うんうんうん、聞きますよね。ということは、円の最下点がボールの手前に来るんで、最下点で上がり際でボール捉えますよってなるから、自然とアッパーブローになりますよ。だから振る自分としては変わんないけど、右足の奥位置によってそうやって入射角は自然と変わるから、振り方は変わんないよっていう風にお伝えしてるっていう感じ。それを自分でアッパーブローにしようとしたり、ダウンブローにしようとしたりするから、軸が傾いたりとか突っ込んだりとかして、うんうん、ボールがばらける原因になっちゃうんで、まず基本中の基本としてはここ、うん、ここで打てるようになってきてから、ちょっといろいろ変えて、いろんなボールを打てるようにしていくっていう感じかな。聞きました。ちょっと最後に打っていただいて雑だな、進行が本当に。あっていう感じ。手かじかんじゃって。でもこうすると、僕は結構最初に習ったのがなかなかヘビーでしたね。インターロッキングでボール真ん中に置かされて、まあ、いつ習ってたかにもよるんですけど、やっぱりクラブの進化とともにスイング力も変わってくるんで、ね、まだね、ヘッドもね、デカヘッドじゃなかった、460じゃなかったんですよ。こういうパーシモみたいな小さい、まあ、パーシモ、いや、チタンが出たぐらいなんです。まあそれにこうなってね、いろいろ変わってくるんで、はい、当時したら全然合ってるかと思います。はい、なるほど。ちょっとドライバーも、ドライバーもアイアンこういう感じね。あ、アイアンがすね、アイアンが、うん、そう、こんなもん、うん、で、ドライバーはこのぐらい、あ、ちょっと開く、そうそうそう、はいはいはい。いや、飛ぶ、風が全然強いのかな。雪の日、ちょっと引っ掛けて、寒い、鼻声になってるかもしれない。大丈夫です、僕鼻水やば、ずるずる吸ってると拾われちゃってますもん。いい、スイングリズムも変えないことですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、まあそんな感じでアイアンとドライバーは打ち方は変えず、ただ右足の奥位置だけ変えてもらって、最初は練習してあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい。森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。ゴルフのお悩みや、まあ、こんなゴルフレッスン動画が見たいなどありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。